トラークトゥール・サーズ・イ・タブリーズ FC はイラン、東アーザルバイジャーン州のタブリーズを本拠地とするサッカークラブである。2015から2016シーズンはイランプロリーグに所属している。クラブ名は創設当時のスポンサーであるイラントラクター製造会社から取られており、トラークトゥールはトラクターのペルシア語名である。従ってトラクター・サーズ・イーやトラクター・サジ トラクターサジと表記されることがある。現在ホームスタジアムとするヤーデガーレーマーム、スタジアムの収容人数は約6万人である。トラークトゥールサーズイーは1970年にタブリーズを本拠地とするイラントラクター製造会社がスポンサーについて創設されたが、2011年以降はイスラム革命防衛隊がメインスポンサーとなっており、約30%を ガーザル・ハサネ・ジョバナン・ケア CEO が出資している。クラブは、イランプロリーグが創設される、以前の一部リーグにアーザー・デガーンリーグに、設立当初から参加しているが、2001から02、シーズンに二部リーグへと、降格、再び一部に昇格したのは2009から10シーズンと8年間を二部リーグで、過ごした。90年代には、多くの才能ある選手を輩出した。 2011-12シーズン、一部リーグで2位に入り、AFC チャンピオンズリーグ2013の出場権を獲得した。AFC チャンピオンズリーグは初出場となる。トラークトゥールサーズ EFC の試合には多くの観客が詰めかける。2012年、クラブ公式ソングとして、ティラクスチャー・イフティクサーアムズが制定された。以下にその内容を示す。 1970年から現在までの監督の一覧。イランプロリーグハズフィカップイランリーグ2部、アーザルバーイジャーンリーグ2部東アーザルバーイジャーン、スーパーカップミルズ国際カップサルダーランシャヒード、国際カップシュハダカップ。ありがとうございます。